皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いていいねと思ってくれた方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは始めましょう。本日は、今週始まるビッグファイト、4月8日のアマゾンプライム有明アリーナで行われるビッグマッチ、もう日本最大のビッグマッチと言っていいでしょう。まあメインはケンシロウ VS オラスクワガなんですけど、実質のメインって言ったらもうこれ那須川天心選手のデビュー戦ですよね。まあそうなってしまってますよね。まあネームバリュー的にこのポスターなんかも那須川天心選手がもう真ん中にデカデカと乗っちゃってるんで、まあこれがもう実質メインでしょう。はい、そして自分がこの日一番注目の試合、まあ当チャンネルにも何回も出演してくれてる阿部レイヤ選手が出ますね。これがメインですよ、自分の中では。この阿部レイヤ選手 VS キコマルチネス、ここの特集をちょっとやりましょうか。阿部レイヤ選手 VS キコマルチネスはこれなんとフェザー級 IBF の世界挑戦者決定戦なんですよ。これもうフェザー級ではもうここをしばらく長谷川穂積選手以降多分もう世界戦までたどり着いてる日本人が多分知る限りでは出てないですよね。まあ、スーパーフェザーでは出てるんですけど、まあ、スーパーフェザーでは伊藤正幸さん、小川選手、はい、この2人が出てるんですけど、フェザー級ではここ最近出てませんよね。フェザー級はやはりもう世界的ボクシング人口というのがフェザー級あたりから多くなってくるんですよね。まあ、これっていうのは欧米人が増えてくるということです。軽量級というのは欧米人が少ない階級ですよね。そこでまあフェザー級あたりから激戦になってきますよね。ここで阿部レイヤ選手が IBF 3位まで来ましたね。これはすごいことですよ。 IBF 世界3位ですから。まあただこれ阿部レイヤ選手実力だけではなく、まあ本当に運も兼ね揃えてますよね。まあ日本チャンピオンになってからまあここまでポンポンと来ましたよね。阿部レイヤ選手は今のところまだ日本人としか多分戦っておりませんよね。対するキコマルチネス、こちらはもうベテラン中のベテランです。キコマルチネスの現在の戦績は44勝11敗2分け。いやーもうこれね、50戦以上戦ってる選手っていうのはね、もう本当にもう気違いですよね。常人ではないですよ。44勝のうち 31K はあります。ただこれ11敗してるんですよね。もう負けにも慣れてる感じです。だからキコマルチネスはもうあらゆる国で戦ってますね。もう怖いものだと何にもないんですよ。だからそこが強みですよね。もう緊張も何もしないんじゃないですか。現在37歳ですね。キコマルチネスはまああの長谷川穂積選手と戦ったのがちょっともう印象的ですね。あれは2014年ですね。もう10年近く前になりますね。あの時の長谷川穂積選手はもうバンタム級からスーパーバンタム級での試合でしたよね。もう引退前といったところです。いやあの時の長谷川穂積選手の戦いといえば、なんというかもう打ち合ってはいけないところで足を止めて打ち割ってしまったのが範囲じゃないでしょうか。あれキコマルチネスというのはもうフック系でブンブン前に出てくるスタイルですよね。まあ太い手足でまあすごい突進力で前にどんどん来ます。あれは穂積選手は本当になんで足を止めちゃったんだよと思いましたね。ただもうあの時の長谷川穂積選手はまあ、フルラウンド長谷川穂積選手の足を使うタイプではなかったというのがありますよね。そこで長谷川穂積選手、まあ、あの時はもう打たれ弱くなっておりましたよね。あれがまあ負けた原因じゃないでしょうか。まあ、そこでキコマルチネスも本当にあらゆる選手と戦ってんですよね。キコマルチネスは誰に負けたかというと、もうこれねトップオブトップと戦ってんですよ。まずカール・フランプトン、
スコット・クイック、レオ・サンタクルス、ジョシュア・アリントン、ケイリー・ラッセル・ジュニア、ゼルファ・バレット、まあこのあたりと戦ってますよね。そしてこのあたりには負けてるんですよ。なのでキコ・マルチネス自体はまあ常にランキング上位にはいるんですが、トップオブトップではないんですよね。なのでこれ阿部レイヤ選手十分勝機はありますよね。阿部レイヤ選手は現在24勝3敗1分け。阿部レイヤ選手は佐川選手に負けて以降はもう5連勝ですね。阿部選手の強みっていうのはもうスタミナ、まずスタミナですよね。もうここ6戦7戦は全部判定まで戦っておりますね。まあ、相当練習してんじゃないですかね。阿部選手は仕事やりながらなんですけど、正社員として仕事やりながらなんですけど、やはり性格上でまあボクシングに専念している選手よりも濃い練習をしてるんじゃないでしょうか。まあ短時間はもう絶対手を抜かない練習をしてるんだと思います。もう常にフルラウンド足を動かす選手なんですよ。これだからさっき言ったようにキコ・マルチネスには絶対足を止めて打ち合ってはいけないということなんですけど、阿部レイヤ選手はもうフルラウンド足を動かすんじゃないですかね。そして阿部レイヤ選手の強みといえば、阿部レイヤ選手はどっちかといえば基本に忠実なジャブから始まるボクシングではなくて変則的な左ストレートですよね。これがすごい伸びるストレートで、まあそんなに力も入ってない左ストレート、これを当てていけばキコ・マルチネスはもうラウンドごとに顔がボコボコになっていくんじゃないでしょうか。ここで自分が思うに絶対ちょっとね、あの倒せそうなシーンがあっても自分はもうね打ち合いやってほしくないんですよね、自分の希望としては。もうフルラウンド、もうその外からまあ遠い距離からの変則的なストレートを当て続けた戦いをしてほしいかなと思っております。まあ本当に勝ちに徹してほしいですよね。まあ阿部レイヤ選手というのはもう構えがもう結構前足前に出ており、かなり遠い距離から当てに行きますよね。だからこれはなかなかね防げないと思うんですよね。まあキコ・マルチネスもその対策は当然やってると思いますが、これはなかなかキコ・マルチネスも攻略難しいんじゃないかなと思います。ただ本当に阿部レイヤ選手が本当に勝ちを徹すれば勝機がありますね。キコ・マルチネスのだから打ち合いというか、あれに本当に付き合うと結構ねやばいと思うんですよ。やはりパンチ力はありますよね、あのフック系のブンブン、だからあれ一発食らうとどんどん来ちゃうんですよね。やはりロープを背に向けたらやばいといった感じですよね。いや阿部選手、なのでこれはどちらが勝つかというと、阿部レイヤ選手が自分のボクシングに徹すれば阿部レイヤ選手が判定で勝つと思いますね。皆さんこの辺どう思いますかね。やはりね阿部選手を支持する側なんで絶対にまあそういうふうには見るんですけど、これねだからあとキコ・マルチネスはやはりねこれは隠せないのはやはり結構被弾してるんで、今までだんだん打たれ弱くなってきてるんですよ。絶対年齢も37歳、あと絶対に体力的にも落ちてきてるんですよね。37歳ですよ。練習量もやはり若い頃のようにはできないんですよね。体も休めなきゃいけない、そこで絶対に体力落ちてるのは隠せないと思うんですよね。ただパワーというのはそんなに落ちてないと思うんですけど、なのでこれね揺さぶってほしいですね、阿部選手には。もう12ラウンドフルに足を使ってあの左を当てに行くボクシングを見せてほしいですね。はい、本当に頑張ってほしいと思います。そしてまあ阿部レイヤ選手 YouTube やっておりますよ、ヤマトのボクサートリオ、これね皆さんチェックお願いします、チャンネル登録お願いしますという意味です。はい、では本日楽しみにしましょう。
それでは皆さん、チャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram のフォローもぜひよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。